まあですね、筑前町の目配り山っていうところに向かってます。ちょっと雑魚を刈って、まあ、登ってですね、ちょっとキャンプをしてみようかなと思ってるんですけど、雨が降ってきてます。まあもしかしたら途中で戻ってくるかもしれないですけど、とりあえず行ってみます。途中で、セブンイレブンに寄ってきました。今石火通という信号ですね。これをまっすぐ抜けていきます。入ってきました。これがですね、入り口です。入り口から入ったらかなり、狭いです。これは狭いです。これは車で行けるのかな。まあ舗装されてあるとは書いてあったから大丈夫だと思うんですけどね。すごいっす。キャンドル。急に道が悪くなりました。なんか林道になりましたね。いきなり林道。ちょっと道が悪いですね。これ大丈夫かな。どっちだ。こっちか。フライ。ここで行き止まりですね。もうここでキャンプしても良さそうな感じなんですけど、ちょっとここが一応登山口になっているみたいです。目配り山のですね。なのでちょっとここから登ってみたいと思います。頂上までですね。だいぶ暗くなってきました。まあ結構頂上付近までは車で来てるから、まあ、そんなにかからないと思いますけどね。あっという間に頂上に着きました。引くって思うかもしれないですね。もう夕方から来たんで、とりあえず、タッチしときます。テント設営完了しました。ここをキャンプ地とする、一度行ってみたかったんですね。これ今ドマドームの幕の中にいます。やっぱり広いですね、ドマドームは。ゆとりがありますもんね。こうやって窓上の方開けてですね、夜景も見ながら、夜景を見ながら食事の準備ができます。雨がパラパラ降ってますけどね。で、今日の夜飯はザルラーメン。ザルラーメンは食べます。今からちょっと準備していきますね。お湯が沸く間に、ちょっとカルピスバ飲もうと思います。ちょっとですね、今日はお酒は持ってきておりません。車に梅酒を忘れてきてしまいました。まあ、忘れ物はですね、まあ、キャンプでは、まあ、恒例っていうか恒例です。自分だけかもしれないですけど、
はい、じゃあちょっとカルピスをいただきましょう。カルピス、よいしょ。はい、じゃあちょっと混ぜ混ぜしていただきます。あーうまい、あーうめえ。お湯が沸いてきたんで、ちょっとメンバ投入します。メンバ投入します。よいしょ、これ麺をちょっとよそっていきますね。よいしょ、ちょっとネチョネチョしてますけど、まあこれもまあソロキャンプらしさですか。ザルラーメンいただきます。うまい、ザルラーメン美味しい。最近ですね、なんかオクラ巻きさんとかまた新しいキャンパーが出てこられて、なんか九州がちょっと盛り上がってきた感じで嬉しいですね。まあ自分ペーペーなんですけどね、オクラ巻きさんの方が動画の撮り方が上手ですもん。それでは2杯目いきます。よいしょ、2杯目の方が多いです。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はい、幕の中から見る夜景です。雨は降っておりますが、窓から夜景は見れます。車にですね、梅酒とシュークリームを忘れたんで、今からちょっと取り行こうと思うんですけど、ちょっと、かなりもう暗闇なんで、ちょっと勇気がいります。ちょっと根性で行ってきてみたいと思います。やばいっす、やっぱ怖いっすね。何も見えんすもんね、ちょっと。これはどうしようかな。とりあえず途中まで行ってみましょうか。なんか喋りながら行ったら大丈夫かもしれないですけど、今車まで戻ってます。暗いです、何も見えません。ちょっとダッシュで戻ります。せっかく買った梅酒なんでですね、もう何も見えないですね。絵面がちょっと悪いの、なんの見えてきました、車が。これで鍵忘れてたらもう悪いバネしかならないですけどね。よいしょ、戻ってきた。戻ってきました。よいしょ、よし、やっと捕獲です。
捕獲しました、これからまた戻らないといけないですけどね。ちょっと頑張って登っていきます。登りがなんでこうも違うもんですかね。左と登りが、足が重い。我が家に無事到着しました。我が家に着きます。長かった。よし、蚊が入ってきてるので、蚊取り線香を焚いてます。バラの香りの蚊取り線香ですね。で今からちょっと、デザートを食べたいと思います。さっき車に取り入ったですね、セブンイレブンのシュークリームと梅酒を飲みたいと思います。よいしょ。この氷ですね。おーおー、うん、いただきます。うまいです。梅酒うまい。じゃあちょっとデザートバーいただきましょう。うまい。デザートうまい。シュークリームうまいですね。氷が入るとうまいっすね。梅酒、まあ1本しか持ってきてないんですけどね。アルコール 4% って書いてあります。 4%。 こうやって今日来てる場所もですね、あの Google でちょっと調べて、 Google マップで調べたり、検索して調べてですね、まあ簡単に行けるかどうかまあ分かんなかったんですけど、もう行き当たりばったりキャンプみたいな感じで来ました。もし行けそうになかったらもう帰ろうかなと思ってたんですけど、ここまで来れたからですね。ザクからって車でふもとまで来て、ザクで10分で頂上まで来れたんでよかったですね。やっぱり休みは有効に活用しないと、なんか家でダラダラしてるのもですね、もったいないし。なんか自分のソロキャンプ動画を楽しみにしてくださってる方も、まあ少数でしょうけどいらっしゃいますからね。ああ、終わった。こっちさんでした。今ですね、蚊取り線香で結界を張ってるからですね、テントの中には。
蚊が入ってこないんですけど、さっき食器をですねちょっと水洗いしようと思って外に出た瞬間食いつかれました、蚊にですね。やっぱりこの結界は素晴らしいですね。バラの香り、いい香りがします。持ってきてよかったです。蚊取り線香がなかったら多分地獄を見てました。ただいまラジオを聞きながらまったりしております。今見えてるのは種ほおずきですね。リビングのですね明かりはもう消してます。で、寝室の方で今のんびりマットに横になってですね休んでおります。至福のひとときですね。やっぱり、お酒を飲むとちょっとうとうと先してしまいましたけど、なんかこう雨の音がですね、まあ梅雨らしいっていうかそんな感じがしますね。梅雨らしい感じがします。最近なんか広場を見るとですねキャンプがしたくなるんですよね。広場を見つけるとみんなどうなんですかね。自分だけかもしれないですけど、まあもちろんですね、まあ人の土地だったりもするし、まあ、勝手にキャンプするわけにはいかないんでしょうけど、広場を見つけるとですねキャンプがしたくなります。あ、ここテントが張れる、なんか衝動的にそう思ってしまう、まあ病気なんですかねこれは。相変わらず雨が降っております。今の時間は6時、今日は7月7日七夕ですね。今からちょっと朝ごはんの準備をしたいと思います。今からですねご飯炊いて、あとはこのソーセージと、まあ、ベーコンと卵があるんで、まあ、これでちょっと朝ごはんを作っていきます。朝ごはんができました。ご飯がちょっと固めになってしまいましたね。ご飯とハムエッグソーセージですか。いただきます。虫が多いです。朝からうまい。この時期は虫が多いから嫌ですね。虫が嫌いだからキャンプもこの時期はしない人も多いらしいですからね。まあ確かに、まあ、朝起きてからもう虫との格闘ですね。
収完了です。ちょうどですね雨が止んでくれました。帰ろうとしたら雨が止んでくれましたね。結構雲海が綺麗に、まあもっと雲海出てたんですけどね、一回撮影はしてるんですけど、いいですね。もう風でちょっと雲が流れてなくなってきてあるんですけど、雲が流れてもうなくなってきてます。ここに見えるのがですねセフリさんですね。セフリですね。今から帰りたいと思います。